先日会社の上司が昔好きだったテレビ番組の話をしていたんですが、その内容が恐ろしいほど過激で衝撃を受けました。本当にそんな、番組があったのか気になり、ウィキペディアを見てたら、あろうことか出演者の欄には上田晋也の文字が。何なんだ上田さん、ザ・我慢という番組を覚えてますか？分かんない。太田上田司会で復活特番を見てみたいです。全然覚えてないの？全く覚えてない。それ見たこともない。これだからよく俺見てたよ。どういうそのとにかくなんか痛いこととかを我慢するの？そうそうそう、学生がね、そう、学生の素人のあれが出てきて痛いことを我慢すると。昔よくあったんだよこういうの。確かにさ、大学生が参加する番組とかって昔は多かったもんね。あったあった、ラブアタックとかね。あ、やってんだ。あ、だからほら、ゼニキンって言ってたじゃん。あ、ゼニキンね。貧乏さんのとこにロケに行くさ、そういうのってもうほぼ大学生とかだったりすんのよ。そうだよね。これこそ本当ザ・我慢だなっていうような生活してるやつとさ、絡んだりとかはしてたけど、だって一人なんてさ、それとまあまあ北海道大学とかでなんか頭のいいやつだったのよ、ゼニキンで行ったのはね。でも屋根裏部屋に住んでるわけ。で、今まで あの一番安い家賃のとこに住んでる貧乏さんですみたいなふりでさ、行ってみたらさ、家賃が500円なの。要は屋根裏だからな。まあ、らで、もう本当にもう電気も何にもないよ。もう要は この家のここのもういわゆるあのネズミ小僧とかがいる場所よ。あの忍者がいるところ、忍びが。で、ほこりだらけなのよ。で、部屋入る時もそいつなんかね、こう階段から行ってなんかこう。なんかちょっとこう柱みたいなよじ登って入って、だからなんていうの、あの吉村作治みたいな、ここにライトつけてんのよ部屋入る時、あのピラミッド入る時の吉村作治みたいに。で入ってって、お前ここ住んでるか、はい、なんでお前ここ住んでる、いや家賃が安いんでって、いやここ住むとこじゃないって。でなんかそいつ仙台かなんかの出身なの、出身が。でもお母さんとか、ね、親御さん知ってんのかって言ったら、いや言ってませんと。で、あの仕送りはちゃんとね、3、4万の家賃分の仕送りもらってますからとかって言って、でもお前ね、これ見たら、例えば親御さんが見なくても近所の人とかね、親戚が見ると、お宅の息子さんこんなとこ今住んでますよって話になるよって。マジっすか、うわどうしようかな、すいません、あの偽名でお願いできませんか。いやバレるわ、顔出てんだからテレビなのに。お前ほんと北海道大学からしてさ、バカだったあいつ。それでも大家も法律的になんか訴えられそうな感じ。今だったらね、まあまあ今はね、今だったらね、コンプライアンス引っかかるよね、絶対ね。この土井勝さんのテレビジョッキーっていうの、あったあったあった、それは覚えてる。鬼人平人人で、なんか白いギターとかもらえる、白いギターもらえるやつ、あれはひどかったよ。だから本当あの電撃ネットワーク的なね、もっとひどい、もっとひどかったっけ。だってもうこれは都市伝説だけど、ゴキブリを天ぷらにして食って中で卵産んで死んじゃったって言って、ああなんか聞いたことある、あれは嘘だったらしいけど、そんなのをやるんだもん。そうね、あの鬼人変人大集合だし、あれはひどかった、ドイツさんの。もうあのそれこそなんか生きたままのなんかにハビヘビ食べたり、そうミミズ食べたりとかしてるじゃない。そうそうそう、ああいうの、あれ茶の間で昼にさ、日曜の昼にやってんだぜ。で多分全国のさ小学生とかがさ、次の日学校で真似するやつとかも出てくるじゃん。そう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 、俺もできるとか。そうそう、ね、あれは本当に良くないと思うよ。おそうね。いやそらバラエティなんかみんなって言われるわね。しょうがないよ、そう言われても見せたくないんだ。だってさ、やってたよね、それこそあの笑ってる場合ですよとか。笑ってる場合ですよはもうたけしさんが、ね、勝ち抜きブス合戦のやつ、ね、やってたよね、どっちがブスかで競い合うっていう。で5周抜いたブスがすげえ泣いて喜んでたりもうこれ意味わかんねえみたいな。もう意味わかんない。しかもブスに首輪つけて引っ張ってんだもん、たけしさんが。もうひどい話だよあんなのさ。本当だよね、やっちゃいけないあんなこと。確かにたけしさん今からでも訴えられておかしくない、訴えられておかしくないよあんなの。もう喜んでんだからな出演者が。そうそう、しょうがないよあれはもうな、優勝して喜んでんだからな。ひどい話だよ。まあだからやっぱテレビもさ、今は何だろうね、もうほらもうコンプライアンスがどうとかさ、もうこれだけほら いろいろテレビが浸透してきたからね、もうそうなっちゃうけど、やっぱあの黎明期とかってひどいよね。ひどいひどい、そのドラマもそうだし、だって昔俺は見たことないけど、ドラマでさ、昔ほらドラマも生放送だった時代とかあるでしょ。あったあったあった。でなんか刑事物でさ、なんかそのね、
要はオープニングが金庫に入れてた100万円がなくなるっていう設定で始まるらしい、ね、ドラマがカチャって開けたら入ってたんだって100万スタッフの AD が置いたままスタッフのミスで100万入っててその役者がこれ何とかごまかさなきゃいけないって言うんで1万円足りないいやお前どんだけスモールな事件起点がいやいやどんだけスモールな事件だよ1万円盗難事件迷宮入りだ